はい、今日は11月の16日、夜8時33分を回りました、現在の不敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリ版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、こんばんも届けてまいりましょう。皆さん、こんばんは。 あ、昨日おととい私が3人の人生において付き合う金のかからない付き合い方をする最高の人,、ね、人に出会うようにと言いましたに、ね、まず弁護士医者そして住職、ね、お寺の坊主坊さんですね。 さあ、偶司もそうですね。私は今ね、本当に弁護士と医者と神社の偶司には巡り合っているわけなんですね。そして自分に一番力になってくれるこの3人の信頼をける人。さあ、今日ね、昨日、おととい、私が皆さんに広報しました。 日高川町の町長の代理人の弁護士に公開質問状を出している。しかし、昨日おととい、その回答書がないということを広報したところ、一心転進と言いましょうか、本日届いておりました。この和歌山県市内にある弁護士事務所より、 地球環境問題会議代表、堂村慎太郎との宛てに届いたんですが、さあ、この弁皆さん、弁護士というのは、例えば、いろんなことを相談して、相談する人がどのように困っているかというのを聞くのが、そして聞いて、それを調べるのが、 弁護士そうですね。警察は逆ですね。こいつがこのようなことをやっているから、その行っている本人を徹底的に捜査して取り調べるのが、これが警察の刑事の仕事ですね。さあ、弁護士は全く反対。 な、仕事をしなければならないのは、なぜかと言いますと、困っている人のその事情を聞いて、なぜ困っているかということをすべて把握して、相手と交渉を行う。これが弁護士ではないでしょうかね。ところがね、この日高川町の、この玉木弁護士というのは、どうもね、自分らの職業を、 警事、警察だと思ってね、質問状をまたよこしてきたわけなんですね。さあ、どのような内容、内分かと言いますと、私が後悔質問状を出したのは、ね、我々が日高川町に要望しているのは、弁護士が調べたらすぐにわかることである。だからそれの回答をよこせと質問した。 公開質問状だったんですが、この弁護士は面白いことに、私に改めて何が知りたいのか、そしてその公文書はどのような誰に開示請求をしたのか、それを文章にしてよこせ。まず読んでみましょうね。これがそうなんですが、ね、本日届いた中身ですね。 このようにね、書いてあります。ね、私宛てですね。この、ね、私宛てに、私と和歌山の代表宛てに来たのが、このね、二人の弁護士ですね。そしてこれ、ここに2枚筒になっていますので、さあ、これを読み上げていきましょうね。皆さんと一緒に考えてみてくださいね。私がその後、この回答に、 どのような弁護士がしなければならないかいう仕事が隠されているわけなんですね。それで私に回答してくるのが弁護士の仕事なわけなんですね。と言いますのは私の質問上で、弁護士が平川町行って何を聞かれているのかなんで困っているのかなんで弁護士を雇ったのかねそれを事情を聞いたら、 私のこの前の公開質問上で回答してきたはずなんですに、ね。ところが、この弁護士は何も仕事をしていないように見受けられるわけなんですに、ね。つまり、私が聞きたいことを文章にして出せと。で、調べたことをどのようにして、どこから調べたのか、それを出せと言うんですね。これは、刑事のやることの質問なんですに、ね。私が判断するに。と言いますのは、 私は何回も大阪府警本部や兵庫県の刑事と、ね、司法、ね、権力との闘争をやってきていますから、弁護士がこのような私に、ね、質問した。さあ、ね、まあ、前置きはね、長くなりましたが、か、聞きましょ、読,んで読み上げていきましょうに、ね、令和4年11月15日、今日16日ですね。今日届いたんですよ。ね、これなんですに、ね 特定記録、即達ですね。切手が貼ってありますね、たくさん。さあ、地球環境問題会議、代表、堂村慎太郎殿、和歌山県環境保全団体、代表、山本浄一殿、和歌山県日高郡日高町大和田土壌160番地、日高川町長、久留米ええ里市でしょうね和、和歌山市南西区町12番、 玉木石倉法律事務所、えー、上記代理人弁護士、玉木、えー、っていうんですが、県と、健康の健ですね、まあ、人の名前、なかなか難しいんですが、ね間違うことはねありますので、ね、分からないから、まあ自分の知ってる読み方でね読めるんですが、玉木、えー、これね、健と書いてありますね。 ところが、これはよくね、名前でタカシとか使われるんでね、まあ間違っているかもわかりませんね。さあ、この弁護士、私の質問上に回答書というのが来たんですね。さあ、今から質問していきましょうに、ね、官渉、令和4年10月19日付の当職らの受任通知書に対して、既然から 令和4年10月27日付公開質問業をもって質問がありましたので本書をもって回答します。回答しますんですよ。質問1、尋ねたきこと日高、日高川町が関わる公共河川工事に関する公文書を情報開示請求にて入手しておりますが、その文公文書がいかなるものであるかということを私は質問したわけなんですね。質問2、 東方の尋ね,尋ねたきことというのは弁護士が私に聞きたいこと。ね、私が聞きたいことを町、ね、長々に聞きたいことを文章にしてよこしてこいと、ね、前のあれがありましたに、ね、書いてあったの。質問第 2: 東方の尋ねたきこと、私が尋ねたいこと。ね、これが質問上でしたから県担当者 県出張所保険担当者、県出張所日高振興局建設部担当者、日高川町担当者への質問はただ一つであるが回答が遅いのはなぜかと、このような質問をしたわけなんですね。それについて、ね、さあ、この回答が面白いんですね。皆さん、質問1についての回答。ご指摘の入手されている文章とはいつ、どの公共団体が 誰に開示した、どのような文書を指しているのか不明です。まずこの点を明らかにしてください、というんですね。もう明らかにしていますね。県担当者、県出張所、保健所担当者、県出張所、日高振興局担当者、日高川町担当者への質問はただ一つであるが、回答が遅いのはなぜかという私の質問に対して、この弁護士が回答してきたのは、 ね、質問1について、ご指摘の入手、ね、入手された公,公開、あの、情報開示ですね、公文書。ね、文書とはいつ、どの公共団体が誰に指示して、誰に指示、開示した、どのような文書を指しているのか、不明です。まずこの点を明らかにしてください。我々が、何の団体で、県や、 町に開示を請求したのかその本来のね、開示請求した名前を回答してくれと書いてるんですに、ね、この弁護士、刑事の口で我々に物言うできているわけなんですに、ね、というのは書いてるでしょ県の担当者、デジタル機関の担当者、保健所の担当者、日高川の担当者って書いてるのに、これ、 日高川町の大理の弁護士ですよ。だったら、私の公開質問上に、この名前の担当者すぐわかりますに、担当者と言ったら聞いたら、町で聞いたら、課長か次長か部長かすぐわかりますに、当然、回答してくるのは、課長以上の平の単なる窓口の職員が回答するんじゃないですに、 ましてや、回答書は、日高町長、並びに三重県、ね、知事のハンコで出すんですから、その担当者は、日高町の代理人であれば、この弁護士は、先に私が質問状した窓口に聞いたら、日高町の担当者に聞いたら、どのような公文書開示請求がありましたというのは、 記録として本文を役所は持っているわけなんですね我々が提出したね、開示請求の本書を持って保管しているわけなんですに、ね。だったらすぐわかるでしょこの弁護士はね、自分らは弁護士だということを忘れて、刑事の調査をしようとしているわけなんですねここなんですよ、皆さん。 日本の法治国家で、司法権力の加算に来た連中らのやることを、普通の人ならね、慌てて、この質問状が、ね、弁護士の仕事とは私は思っていないんですに、この連中らは、刑事役をやって私に質問を返してきているわけなんですに、そうでしょ最初から、私は質問状に、県担当者、 県出張所保健所担当者、県出張所日高振興局建設部担当者、日高町担当者への質問はただ一つである。と書いているわけなのに。ということは、その前に、我々、私は公開条例法をもとに公文書を手に持っていますよ。そしたら、この弁護士は、その公開条例法で、 手に入れた公文書は何ですかと聞いているわけなんですね。そうでしょね。この回答、日高が長が関わる公共河川工事に関する公文書を情報開示請求にて入手しておりますが、その公文書がいかなるものであるか。ね。これ、公文書がどんなものか、わしに文書にて <laughs>、 回答しようと来とんですよね。さあ、これね。よく刑事が言う。お前これ、役所から何か書類あげたやろ。これを取るために、警察は条例、ガサ例上ですに、ね、取ってきて、役所から取った、これがそうだというのを探しに来て、家中、事務所中を探すわけなんですに この弁護士は、それを私に求めているわけなんですよ。文章にして出してくれと言うんですよ。私にはした、アホかという話なんですね。お前が、日高が町の市長の代、町長の代理であれば、自分ところの担当者が私に公文書を出したんだから、どんな道村が来て、 山本が来て、どんな請求書を開示請求を要求したんだ。記録の本書を持っとるわけなんですに、ね。皆さん、開示請求の時にはね、開示請求書っていうのがあります。公開開示請求書のがあって、そこに、住所と名前と団体名と、ね、ちゃんと来て、連絡先と電話番号と書いて、そして提出して、何を知りたいかというね、例えば要件ですね。 この工事の契約書、金額はいくらか、ね、そして契約書は誰とされているか、に、ね、期日は何月何年か、ら何年の何月から何日まで。そのようなものを開示請求していますから、ちゃんと平川町には、その我々が出した本書が保管されているわけなんです。この弁護士に、この道村慎太郎を舐めとるんですよ。刑事のやることを、 ね、弁護士がやってどうするんですか弁護士は依頼された人がどれほどどんなことで困っているのかね、それはなぜかというのをちゃんと聞いて、相手が来たら、いやいや、ね、どうらさん、それはこうですよと、対面したときに、これ答えることができなければ、代理人ではありませんね、皆さん。 相手側が知っていることを先に知らせてくれと。ね。自分では何も調査せずにおいて、あなた方は何を調査したんですかと。あなた方が持っている公文書は何ですかということを聞き尋ねている。これ質問してきているわけなのに。尋ねたきこと、先ほど言いましたに、ね、私が二つ尋ねましたに、ね、前の公開質問上で。 それについて、一つ目の質問について回答。ご指摘の入手されている文章とはいつ、どの公共団体が誰に開示した、どのような文章を指しているのか不明です。まずこの点を明らかにしてください。この弁護士、ちょっとここ行かれてるんちゃいますか私と、和歌山の代表の名前、団体の名前と、 実の名前、実名を書いて出しているのに、ご指摘の入手されている文章とはいつ、どの公共団体が公共団体というのに、誰に開示した、どのような文章を指しているのか不明です。不明だらしいですね。ということは、弁護士捜査能力、調査能力、私らよりパーということですね。違いますか 依頼された、何を依頼されたのかも、ね、今、契約書。もう、和歌山の代表の手に届いとるんですよ。日高町と交わした契約書。ね、四十数万円。そして、顧問料。年間30、三十、七八万円。十七年から払っているんですよ。日高町民の皆さん。年間三十何万円と言ったら、十八、十七、十八、十九、二十、二十二年。 乳酸、乳二25、26、27、29、30、31、32、33ですよ。17年間。毎年ですよ。30数万円、この弁護士に顧問料として払っとくんですよ。そして、今回の件でも40何万円を臨時機会に通して、当然、これ、弁護士は雇うんですから、ね。 これがね、弁護士、私が言ったように、弁護士は金でしか動かない。ね。無料でやってくれ、そんな弁護士どこにもおりませんに。国選弁護士というのは、最低の金額、弁護士を雇うお金がないときには、国が弁護士を立てて、弁護士しかないと刑事事件は裁判できないわけなんですに。ですから、国が国選弁護士というのをつけて、 最低20万円、経費は別で、国から、ね、被疑者、ね、その被疑者に対して、事件を起こした人間を弁護するために、国がお金を出す。これがね、国選弁護士というんですね。市選弁護士というのは、自分らでお,か自分でお金を出して、ね、最低おそらく30万、50万、100万のお金を出して、 そして、弁護士を雇う。さあ、これは、この弁護士は、玉木弁護士は、日高町に雇われているわけなんですね。代理人ですから。ならば、どこの団体、どこの課が出したかわからないような、こんなとぼけた弁護士、どこの世界にいますか日高町の問題で、町長の代理できたんですよ。そうしたら、私と、 和歌山の大将が何をちゃんとね、記録が残っているわけなんですよ。あのね、公文書というのは皆さんに、まあ、大概、47都道府県千7 0市町村において、A4 のこの用紙ですね、A41 枚について10円お金を出さないともらえないわけなんですね。また、カラーコピーというのがありますね。 カラーについては、市町村によってね、2、30円違うんですが、30円のとこもあれば、50円のとこもあるわけなんですに、ね、当然、その記録、役所へ提出する分には、カラー写真で出さなければならないというところがありますので、それが出してあったら、カラー写真がたくさんありますけども、これはどうされますかというので、いや、白くでも結構です、ね。いや、カラーでお願いしますと言ったら、カラーは一部、 30円なり、50円なりかかりますけど、いいですかと言って、以前にね、開示請求の窓口の職員がね、そのようにね、教えるわけなんですね。ですからそこで交渉して、いや、カラーでくださいとなった場合には、原文のカラーコピーしたものが全部ついてきて、A4 のコピーは1枚10円ですが、カラーの場合は、うちは50円ですとだったら、ね、10枚やったら500円、ね、 100枚やったら、ね、5000円というような、うようなお金を出して、開示請求する。んですからね、皆さん、役所というところにはね、現在、すべての役所がね、ホームページ、その市町村のホームページを持っていますに、ね、そうしたところを検索すると、すべての公共工事や、そしてこれから行われる議会、そして役員名簿、ね、が全部記載されているのが出ますに、ね、 しかし、皆さん、あの現在、森友学園問題で、文書の改ざん、隠蔽、破棄、こういうの皆さん、国民の皆さん、耳にされたことがあるでしょう役所というところはね、上が腐れば、平気で、公文書を改ざんするんですよ。ね。 特に大阪市などはね、このように言うんですよ。道村さん、大量にあるんですよ。大量って何枚だ千枚ぐらいあるんですよ。だから、ホームページに掲載していますから、それを役所の方で抜粋して、資料提供したら、 無料で差し上げることができるんですけども、それではダメでしょうかとこのように、ね、もっともらしく、親切ごかしでそのような言葉をかけてくるわけなんですね。さあ、ここで私がする返答は、わしはインターネットよう使わんねやと。それは事実なんですよ。ね、よう見えへんねやと。だから、 1000枚やったら1万円やな。すべてお金を出して公文書としてもらいたいんや。だから1000枚あろうが2000枚あろうがすべてお金を出して公文書としてもらいたいというんですにそれはなぜかと言いますと、皆さん、この東大阪でも一回あったんですよ。それはね、あるマスコミ、 テレビ局が民間に訴えられて、役所の公共工事の土地の売買のことで民間業者にあるテレビ局は訴えられて、敗訴して名誉毀損として300万円テレビ局が払う羽目になったわけなんですね。しかし、テレビというものは、 ニュースで、特番で報道するときでも、確たる自信を持って報道するわけなんですねあやふやな報道した場合は大変なことになりますから、名誉毀損がかかる場合はね、やりませんに。しかし、この公文書が裁判になったときに、ちゃんとハンコのついたものが裁判所に出されたわけなんですに、ね。ところが、 テレビ局が入手したのは、ある市議会議員から、市議会議員が、これが役所の職員が持ってきた書類だから、ここに不備があるから、このようなね、おかしなことが2億円も違うような記載があるから、これはおかしい、これは公文書だよと、そして調べて、ニュースにしてくれないかといった場合に、当然。 テレビ局は議員からもらった職員から、議員が職員から持ってきた書類だといえば、これは当然民間の人は公文書と思いますに。さあ、それを放映したために、このテレビ局は名誉毀損で訴えられたんですね。当然市が中に入って取引したものですから、裁判所に提出された書類が、 テレビ局が議員から入手をした書類と違うものが出てきたわけなんですね。内容は同じような文面であっても、二行三行が違うんです。ということは、その二億円違った使途料金の別紙とした用途が書かれているものが、一つの公文書、同じ公文書として、 出てきた片方は、ね、消防局長のハンコがあって、片方は何にもない書類で戦いやって、さあ裁判所はどっちを信じますか消防局長のハンコのあるものを当然現認しますね。ならばテレビ局が持っていたハンコのない公文書、これは単なる紙切れとしてしか見られなかったわけなんですね。ここなんですよ、皆さん。 ね、こういうね、調査、調査をやっていたら、役所はね、100%、文書改ざんするということを念頭に置いてね、開示請求はするんです。さあ、これをお聞きの、和歌山の玉木弁護士、この堂村慎太郎は、あなたは刑事と自分の立場を弁護士と間違うとるんちゃいますか あなたは依頼者のところへ行って、あのドームらしいんだろういうのが何を、開示を求めてきたんだ。これを調べるのは皆さん先やと思いませんかねこれなんですよ。そして、まだまだあるんですね。まあ一つ、今の一つが、そうですね。今答え二つですね。一の質問についての回答。ね、一個目ね。どんな文章を手に入れたんや。 ご指摘の入手されている文書とはいつどの公共団地が誰か、誰に指示した、どのような文書を指示しているのか不明です。まずこの点を明らかにしてくださいって言うんですよ。ね。わしが尋ねてきたことは、ね。いかなるものであかわからんかったと。だから、どんな文書をどっから手に入れたいんだ。どのような団体が、どの川から取ったんだということを、もう一回文書にしてよこせと回答を来たんですね。質問。 逆質問来とるんだけど。さあ、二つ目、質問2についての回答。回答が遅いのはなぜかと尋ねられていますが、いつ誰が日高川町に書面またはその他の方法で何についての質問をされたことを指しておられるのでしょうか。まずはこの点を書面で明らかにしてください。なお、 他の行政機関における回答状況については、日高川町役場としては、わかりませんでや <laughs> どうですかこんなことが、弁護士。三つも四つも書いて、同じことをね、日高町にやったことを、県にもやって、新興業務やって、保健所にもやってるわけでね。 日高が町のことしかわかりません。日高町に出していることさえわからないって書いてるんですが、これ。この弁護士。ね。これが弁護士なんですよ、皆さん。自分ところが依頼された町に、だ我々が出した書類まで、ね。日高町役場としては、よそに出された公共機関における、ね。 平川町役場としては分かりませんと。よそのことは分かりません。よそのことを調べるのが弁護士の仕事ではないですか、皆さん。これなんですよ、仕事をしない悪い弁護士というのは。ねよう分かるでしょ最初の質問上、私は、ね、何回も言いますが、我々が聞いていることはただ一つ。 公文書を手にしたのも同じ見案で日高町から持っていますよ。その2つだけを質問したのに、この質問2についての回答書です、向こうの。回答が遅いのはなぜかと尋ねられ